こんにちは、ひかりです。今回はね、ヤマダ電機でウルトラマンタイガの怪獣装備をね、結構いっぱい買ってきました。はい、とかまあ他にもちょっと買ったんだけど、今日のウルトラマンタイガね、僕も見ましたよ。あのタッコングの回ね、まあそれに触発されて買ったと言ってもね、過言ではないのはやっぱね、タッコングですね。完全に買うつもりなかった。今回のタイガの本編見るまで買うつもりなかったんですけど、まあ今回のタイガでやっぱね、タッコングがあの E 側の怪獣、いわゆるだからウルトラマンの味方側の怪獣だったんですよね。タイガの味方側、地球の味方というよりも人類の味方か側になったんです、だったんですよね今回は。そうするとやっぱ欲しくなっちゃいますよね。タイガと並べたいんだけど、タイガをなくしたっていうね。でタイガの強化体はまだ持ってないので、そういう意味ね、420円でまあ 10%、消費税がつくけど、プラス、10% ポイントがつくみたいな感じで、新入荷コーナーに1体だけいましたね。だから他のは売れたのか、1体しか入ってないのかわかんないけど。でもう1体今回出てきたのはギーストロンっていうね、アーストロンの強化体なのか亜種なのか、多分亜種だと思うんだけど、それもね残り1体だけ売ってましたね。だからこの2体が1体ずつ売ってたって感じですね、新入荷コーナーに。新発売コーナーか。はい、ギーストロン、凶猛怪獣ギーストロンですね。今回ギーストロンは悪いやつっちゃ悪いやつだったけど、まあ本当の悪ってわけではなくて、まあいわゆる地球の味方で人類の敵パターンだよね。ちょっとガイアにも近いね、ウルトラマンガイア的な環境問題に結構フォーカスしてる回だったのかなって気はしてます。若干こう歪んでない？ね、アーストロンとの関係はちょっと出てきてなかったのでわかんないんですけど、ここにはね、うん、そうだね、人間によって汚された大地を清めるために攻撃をして、そんでちょっと電磁波のなんかね攻撃技があったね。だからアイアンマンみたいな技使ってくるんですよ。登場の仕方もちょっとアイアンマンっぽかったんだよね。ウィーンっつって、あのエイジオブウルトロンの時のアイアンマンとか、そうちょっとアイアンマンっぽいね感じの攻撃の仕方なんですよ。でまあ、ギーストロンとタッコングが今回すごい良かったんで両方買いましたと。プラスね、その前の回で売って、出てきたこれ、ゴロサンダーっていうね、まあハンマーの神なんだけど、神なんだよね一応ね。まあゴロサンダー、これも前回出てきて、ここにさ、あの何所長だっけ、あの人、まあ女の人がいるじゃん、他ね、そこ囚われちゃったりしたんだけど、これがね今回ね420円なんだけど、それが300円だったんですよ、今回。税抜き300円で税込み330円。ちょっと安かったんで、まあ早めにゲットしちゃいました。これは欲しかったから、まあ、安かったら当然買うよねって感じだったんだけど、もう一点、これはね、買うかすごい悩んだ。この子ね、装備の出来自体はすごいいいし、なんか、最近あんまいなかった感じのね、タイプですごいいいんだけど、この子が出た回見てないんですよ、僕。見逃してるんですよ。ギガデロス。ちょっと知らないんだけど、うん。そう、見逃しちゃってるんで、ちょっとね愛着がないというね、そう感じですね。プラス今回買ったのはこれね、あのリサイクルショップで買ったプラレールが古くて、このゴムタイヤがね劣化してなくなっちゃったみたいで、だから走んないんだよね。結構ゴムタイヤってないと走んないから、プラレールね、この交換用ゴムタイヤが Amazon だとねちょっと高いんだよね。だからまあ単品で安いものだから、やっぱこういうのは量販店の方が安いんで、ヤマダ電機普通にあったんで買いました。ゴムタイヤね、ちっちゃいヤマダ電機だけど普通にありましたね。多分ねちっちゃいヤマダ電機だから、これとこれね1体ずつしか入荷してない気もするんだよな、発売日には。また別日に入荷するんだけどね結局は。うん、で一応今回ね、タグ切りの儀式だけしときましょう、すぐ遊べるようにね。やっぱタグ切りはねニッパーですよね。はい、タッコング、まあまたね、あの単体レビューが必要であればするし、単体レビューとまではいかなくても、なんか遊びながら紹介とかできたらいいかなと思います。ギーストロンね、今日のタイガー普通に良かったけどね、まあ、前回も良かったし今回も良かったし、その前も良かった気がするんだよな。あれ、この子が出たのって前々回だっけ、あれなんだっけ、なんかね最近ずっとタイガー見てるから、割とずっとっていうか一時ね見てなかった時期あったんだけど、あの赤い3人が合体する赤いモードになるじゃん、タイガー、あれになったあたりからよく見てるんですよ僕。だから銀色のモードあるじゃないですか、銀と金のあの一番最強っぽいモード、あのタイプでタイガーが戦ってるとこほとんど見てないんですよね。
したらラストタグ切りの儀式だけしておきましょう。よし、今度あれ出ますよね、あのなんだっけあれ、次回ウルトラマンマックスに出てきたちょっとバルタン星人っぽいキャラいるんだけど、これちょっとこいつ似てるんだけど名前忘れちゃったな、あれ出てくるよね。ちょっとテンション上がってますね。いや次回なんかゼロも登場して、でなんか偽ウルトラマンベリアルとかも登場するっぽいんだよね。あと何だっけ、あの隊員のピリカさんだっけ、あの女の人、あの人って結局宇宙人なの、よく分かってないんだよなまだ。いいね、やっぱ今回タッコングが良かったね、古き良きデザインでね。うん、まあ、なんか明らかにね着ぐるみ感はあるけどすごい良かったです。うん、いい怪獣として登場してくれて良かった、タッコング良かった。まあ、イエストロも悪役だからね、いい怪獣っていうか、まあいわゆる地球のために戦ってる怪獣と、そのね怪獣なんでね、まあ、買うときはここが歪んでないかをねチェックしましょう。僕もちょっと歪んでるんでね、まあ別に問題ないです。一応僕的にはギーストロンはアーストロンの強化台じゃなくてアシュラと考えてますね。で一応山田錬金にせっかく行ったんで、あのおもちゃカタログもらって、おーなんか入ってる、スクロートミカみたいなのが入ってる。あ、これもこんなもんおまけでつけるようになったんだ、このチラシすごいね。このチラシだってなんでこんないいの、フロック、これタダでくれるやつなのにさ、しかもめっちゃくれてたよ、めっちゃ置いてあったんだよ、なんでこんないい付録ついてんの、スクロートミカだって。なにこれすごいね、なにこのチラシ、今回のチラシ、今回のカタログすごい、毎年結構もらってるんだけど、まあ、店員さんくれるんだけどね、あ、店員さんくれるっていうか、まあ、置いてある時もあるんだけど、トミカプラレールカタログって、こっちもね2019から20のやつをねもらってきました。これもねいつももらってるやつですね、うん、定期的に紹介したりしてます。はい、こういうのがね店舗に行く時のねメリットでもありますね、チラシがもらえるってね。正直 Amazon の方が安い時も多いけど、今回のこの2体に関しては Amazon より安かったかなって感じはする。あとこれもね Amazon より安かったかなって気はする。あとこの2つに関しては別に Amazon と変わんないかもしれないけど、あの本編を見てから買うか買わないか決めてる時あるじゃん、だけど本編を見た当日に欲しいみたいな、その願いを叶えてくれるのはやっぱり量販店でありおもちゃ屋さんだよね、リアルのね。まあ Amazon でもプライムとかでやれば手に入るかもしれないけど、まあまあまあ近所のねおもちゃ屋さんで買った方が早いです。はい、あとやっぱね地元がねあのおもちゃ扱わなくなったら辛いんで、結構地元にね還元したいところですからね、おもちゃで、おもちゃを買うことによってね。タッコング今日良かったね、うん、しかもタッコング強いんだよね、タイガとかタイタスとかフーマの単体よりはね。でギーストロンはもっと強かった、うん、でもまあタッコングと、まあ、タッコングは結構強かったんだよな、炎吐いたりさ、そう、あこんな強い怪獣なんだってびっくりした、うん、いやもしかしたら海に最後帰ってったから、後半さもしかしたらタイガたちがさピンチの時に駆けつける可能性はあるよね、あの水の井の竜みたいにね、たまにあるじゃん、あのメビウスでもさ最終回の時にさ、ね、みんなが駆けつけてくれたじゃん、ザムシャとかさ、あと他の宇宙人とかも、今までお世話になった宇宙人とかがさ、もうお世話してあげた宇宙人たちが駆けつけてくれたわけよ、そんな感じが俺好きなんだよな。ここがね、出っ張ってんだよね、あの、さっきのタグが。よし、これでこれから遊べるわ、遊べるんだけど、なくしちゃってるからね、タイガをね、フーマとかね、フーマとね、こうコンビっておかしいし、あとやっぱね、やっぱね、あの、通常サイズの500シリーズのサイズだとウルトラマンが大きすぎるね、こうやってギーストロンと戦わせたらさ、ちょっと大きすぎるじゃん、やっぱ食玩版の方がいいんだよね、食玩とか、あと超導とか。今手元に食玩とウルトラマンがないから、ちょっと仮面ライダーであれするけど、これぐらいですよやっぱ戦うとしたら、うん、だからやっぱ食玩版をおすすめします、ウルトラマンは。で怪獣はあの通常サイズがいいかな、まあ、もしくはただまたね難しいのはデラックス版っていう怪獣もあって、それと食玩版だとちょっと違うなって気もするんだけどね。そうデラックス版でもいいんだけど、まあ見るとこなんだよね。あと今日ねスカルゴモラ
スカルゴムラのね、あの500シリーズサイズも見てきました。それも300円で売ってたから買ってもよかったんだけど、めっちゃ出来よかった。まあ、ただスカルゴムラは大きいの持ってるから一応スルーしたんだけど、300円なら全然買うのありだと思います。あれ持ってない人は。手がね、いいね。まあ、てなわけで今回はね、この3体を新品でね、買いましたよっていう報告でした。ウルトラマンのね、あの、つぶらやプロの公式の YouTube チャンネルで見逃し配信とか1週間ね、あの見れるんで、今回の回はねぜひね見てほしいと思います。はい、一応 Amazon リンクも貼っておくんでね、 Amazon で買ってもいいよって人はね、ぜひそこから買ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければね、評価ボタンお願いします。押しててください。それではまた、バイバーイ。